皆さんおはようございます。ティーンダーの役場健太です。読み書き支援ソフトを紹介します。遊び方いろいろありますけどもね、はい、こういう学習パソコンで使ったソフトもいいもんでございます。コンピューター、まあ音記号で当て組み立てよう、あとはひらがな文字で組み立てよう、それから例文を作ろう、それから早く読もう、これ速読ですね、はい、あとはまあ言葉を探そう、あとはまあ漢字の組み立てで言葉を言おう、はい、もう部品で漢字を組み立てようですね、はい、あとは読みプリント、漢字プリントを使えば何でも、はい、いろいろ例によって違いますね、はい、あとはまあ短い文の理解の場合は丸×クイズ、ハー、オー、ヘ、要素同じのはどれだ、あとは仲間を探せ、文才にゲーム、ひらがなだったらひらがな文字キャッチ、記号連想ゲーム、合わせた言葉、指令でビンゴとか言います。漢字でビンゴ、漢字でジェンカ、あとはまあ3ヒントゲームと、その第2弾スピード漢字対決、カード合わせゲーム、漢字意味カルタ、あとは漢字真剣衰弱、お話作りなどいろいろあります。漢字の項目選べ、あとは長文の次クイズ、文章の木を育てよう、物語の稲を立てよう、思考マップでクイズ大会、これもどれもすごい万能です。というわけで読み書き支援ソフトでした。バイバイ。